はい、どうも皆さんこんばんは、サイテーマンです。バイオハザード RE2、 今日もねやっていきたいと思います。前回のパートでクレア編をクリアしまして、で今回からねレオン裏編に突入するということなんですけども、コスチューム変更っていうのがなんかあるんですが、あ、レオンは変更できないのかな。クレアだけ今変更できるっていう状態になってるのか。そうですかね、多分ね。ですね、多分そうですね。ということで、まあ、レオン編やっていきたいと思います。さあ、レオン S ケネディ行きましょう。クレアが戦っていた裏側でレオンは一体何をしていたのかっていうのが非常に気になるところなんですけれども、行きましょう。このオープニングはあれかな、違う、新しい、完全に新しいオープニングですね。見ていきましょう。いやー、なかなかねクレア編ギリギリでしたからね、回復弾薬ともに。この裏編に入ってマジで詰むみたいなことありますからね。いきなり弾薬のやりくりっていうのが重要になってくるかなと思います。これがケツアゴで有名なレオンっていうですね、これあれですね、クレアを助けたところですね。まあ、わからないっていう方のためにご説明しますと、警察署に着いた時に2人が別々の行動になったじゃないですか。そのレオン側を今からプレイしようということですね。クレアレッドフィールド、ほとんど会うこともなかったですからね、2人。クレア大丈夫か。そうそう、これのこっち側ですね。まずはまた警察署に行けみたいな。会うことは一度もなかったですけどね。行きましょう。弾薬の温存と回復の温存等が非常に重要になってくるかなと。まあ、多分表編を見てくださった方は本当にここの弾薬重要だよと、最低マンしっかりしてくれよと思っている方いらっしゃるかなと思うんですけれども、俺もここが非常に重要だと思っております。やらんのかい、到着からかい、やらしてくれよ。おい、警察署もう着いたんですね、多分。やらないんだ。無事に着いてるといいが。いきなりちょっとなんか、冒頭マジではめられたってこともないが、もう5発しかないんですね、これね。5発しか弾がないわけだが、マップも特に入手していないので、この辺でなんかアイテムを取り逃すみたいなのは、非常に困りますよ、後々ね。でもね、タイラントはほとんどクレアの方に出てたじゃないですか。だから、何これ、もう。なんでこんなさ、掘られてんの？ジェイソンの、映画ジェイソンのオープニングみたいなさ。なんでこんなことになってんの？もうこれ。あ、ここあれですわ。警察署の裏ですね。こっちに回ればあれか。警察署なんですが、ここが封鎖されてて入れないと。この辺は僕が目隠しバイオハザードで歩いたところですね。もちろん今は目隠ししてないですけども。ここが？あー、これあれだ。ペンチでぶち破らないといけないみたいなことですね。ん？ん？あ、ヘリがなんか衝突したみたいなところが今の。クレア編であったやつかな。クレアより若干、後にじゃあ警察署に到着した。的なことでしょうね。俺あんまり変なフラグ立てないんでね。僕はもう。あんまり変なフラグ立てすぎると、よからぬことが起こりますから。あった。この辺は逃さない。しっかりと、しっかりと当てていく。この辺の武器等も必ず逃さずに行きたい。ただ、歩いたところのマップは大体表示されてくれるので、あ、ペンチか。これ多分入手したらね、イベントが起きますね。クレアが走ってきます。で、その後ゾンビが復活しますね。間違いないです。で、さっきの扉のところまでゾンビを避けながら走ろうみたいなことじゃないですかね。
これなんか僕ブレイズミだろうとか知ってるだろうとか攻略サイト見ただろうとか思われる方いらっしゃるかなと思うんですけど、本当に見てないんですよ。絶対出てくるからねこれ。レオ、私たちいつもこんな感じね。大丈夫か、あのヘリコプターが急に現れて。ええ、今から嫌になるぜ。ないよな。ええ、ないわ。でも会えてよかった。そっちはどう？なんとかやってる。とんだ夜ね。君の兄さんは？それなんだけど、このアメリカ式ですね。会ってすぐにもうカップルみたいな、 GTO の最終話みたいなドラマね。早く逃げて。で来るんですよね。分かってたよ。俺はいいから。僕も二十数年ゲームやってますからね。バイオハザード歴に関してはもう20年ぐらい、20年は違うな、いや20年ぐらいやってますからね。1からセオリーぐらい分かりますよ。ゾンビでしょ。ゾンビをかいくぐっていけってことでしょ。ちっけ、頼む。こいつの攻撃 OK。 する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 して、鍵かかってるとこあったでしょ。どっかどっか鍵かかってるところあったよね。どっちだ。鍵かかってるとこなかったでしたっけ、こっち方面に。気のせいだっけ。いや、あった、絶対あった。あ、この下だ。よし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 、でかいでかいでかい。ここダメージ受けなかったのでかいっすよ。めちゃくちゃでかい。はい、と行きましょう。 OK です。 M19 ハンドガンの種類が違いますね。M19 っていうのは多分口径が若干大きいやつかな。45オートなんで、威力が高いっていう風に認識しておけばいいかなと思います。45オートの弾を使用するってことですね。で、警察官に支給されるタイプの銃かな、これは。うん。これが普通のマチルダっていう、まあ、ハンドガンタイプの銃ですね。さあ。ハンドガンか。大型拳銃なんで45オートの弾ですね、これは。これ非常に重要なアイテムになってくるかなと思います。庭園の鍵、警察署の庭園の扉の鍵。ほう、あ、警察官の服をここで着替えるってことか。やっぱこっちの方がいいと。まあ防御力も若干こっちの方が高そうではあるが。こんな形で袖を通すとは。ちなみにレオン君はね、これ初勤務になります。お、これあれですよ、ブラッド。ブラッドですね、これ。スターズのメンバーのブラッドです。スターズっていうのは、結構憧れの存在なんですね。警察官全員から。結構憧れの存在で。ただ、ブラッドはただ、ヘリコプターの運転手っていう、ただのチキン野郎なんですけど。数少ない、スターズのメンバーの生き残りでもあります。庭園の扉の鍵。ちょっと待ってね。庭園の扉の鍵？上のあそこかな。クリアと合流したところですかね。でしょうね、多分ね。他に行くとこなかったですもんね、だって。こっちを扉がないし、正面からだから、多分ここの鍵だと思います。ってなると、やっぱゾンビ倒さないとダメか。全無視で行きます、ゾンビはね。ゾンビは全無視で行きます。うわ、はい、とびっくりするみたいなね、そういうのは今回は俺はもうなしでいきますから。皆さん、わーとかそういう声は僕はあげません。全無視、全部無視する。 OK、 どうですか、幸先良くないですか。完璧な幸先を切っていく。なぜ俺がゾンビを倒さなかったか分かりますか。もう向こうに行くことはないからでした。これもいらないんで捨てておきます。はい、と開けるな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 。で、どこから行くかってことなんですが、お、弾あるのか。弾なんてある？上かな。あったあった、これだ。
大型拳銃の弾が異常に手に入るな、ハンドガンより。ここは空いてると。はいはいはい。上も一応行けるのかな。上はおそらく鍵が閉まってるんじゃないか。てか閉まっててくれ、アイテムが。ファイヤーゾンビか。どっちから行きますか。下から行きますか。上ゾンビが確実にいたので下から行きましょう。敵はゾンビはいるか。くそ、ちょっと待って。なんでこんな変な持ち方してる、レオン。なんでこんな格好つけた持ち方してんの、レオン。なんで調子乗ってんの、レオン。やめようぜ、そういうの。ここ、板使っておきます。できれば入られる前に板使いたかったですね。まあもうどうしようもないですが。なんでこんな調子乗った持ち方したんだよ。生きてたか、やはり。OK。よし。まだ生きてるのか。45との方が若干威力が高いのかな。7発しか装填できない上に、リロードタイムも短い気がしますが。あ、こっちに板使うっていうのもありだったかもしれないですね。結構序盤重要ですから。来てんのか。よし。多分、死んだでしょ。あ、こっちも一応行けるんだ。こっち、クリア編では行けなかったところじゃないでしたっけ。紙片。これは、あれだ。メモの切れ端みたいなやつですね。なんか、パズル合わせるみたいなのが、クリア編でもあったかなと思うんですが、それだと思いますね。おそらく。で、このバイオハザードのこの実況、裏編の実況なんですが、表編がですね、ちょっと若干市場になるんですけれども、僕がこの、YouTube を始めてですね、過去最低の、視聴回数を叩き出しているという市場なんですけれども、僕はこれやっててめちゃくちゃ楽しいんでね、最後までやりますよ。もちろんね。こんなにやってて、プレイしてて楽しいゲームもそうないぐらい楽しいので、もちろんやりますよ。クリアまでね。ん？まあ、これ窓から入ってくるから、板ないとまずいぞ、これ。どこか板らしきものは。多分この下なんですけど、駐車場につながる地下通路だと思います。警察署の内部のことは大体わかるんですけど、で、こっちがね、ロッカールームですね。こっちロッカールームです。警察署のことは大体知ってるんですよ。ロッカールームですね。セーブポイントになって、てるのかな。宿直室ですね。あ、セーブポイントになってるのか。オッケーオッケー。宿直室はセーブポイントとして使ってると。この辺も預けておきましょう。ブルハムもまだ使わないんでね。序盤に毒を持った敵っていうのはまず出てこないと思うんで、この辺は預けておきます。まあまあ、再生回数って言っても、その YouTube を始めたての頃は抜きにしてですよ。ここ数年でっていうことですが、まあでもめっちゃ楽しいんでね。大型ハンドガンの弾なんだこれ。レオンってさ、ハンドガンそんなに使わないのかな。大型ハンドガンを主流にするのかもしれないですね、もしかしたら。レオンくんは、うん、ハンドガンというよりも。なるほどな。オリジナル版だとね、ここにマグナムあります。確かマグナムあったような気がする。電子部品。電子部品。これ多分ヒューズか何かかな。ヒューズですね。宿直室前、廊下、シャッター。あ、なるほど。シャッターを閉じろと。ゾンビが入ってくるので、シャッターを閉じろということですわ。そういうセオリーだ。あ、これ電気つけれるのかな？うん。ここなんで僕こんなに詳しいのかっていうと、これ警察署オリジナル版にも出てくるんですよ。で、警察署っていうのは僕の庭なんでね。庭みたいなもんなんで。任せてください。地形はもう大体把握できてます。
お任せください。さあ、早速ヒューズをもうすぐに使いたい。ヒューズ使うところ。絶対これすぐ使った方がいいですよ、ヒューズ。絶対ここゾンビぶち破ってきますから。ここでもヒューズ入ってるよね。ここでもヒューズ入ってるよね。ゾンビの声がうっすらする。あ、まだ生きてんのか、こいつが。OK です。いや、まだか。無害なんですけどね、こいつ基本的に。無害なんで、ナイフ系しとめるか。OK。だけやっとけば大丈夫でしょう。ヒューズ使うところがないですね。ここどうもヒューズ止めるんじゃないか。仮説がすごいんですけど。止めないのか。ここでは使わないのかな。使わないっぽいですね。これ多分ね、下ね、ゾンビ犬がいるんじゃないかなという僕の予想です。オリジナル版だと言いました。オリジナル版だとゾンビ犬いました。いないのか。よかったよかった。いないならいないでいいわ。ここ、こんなとこ扉あったかな？そのまま通路だったような記憶があるんですが。あ、開いてないのね。開いてない。オッケーオッケーオッケー。とりあえず、一つ行くところを潰しましたね。ちょっと行けるところが多すぎるので、行き止まりっていうのは今逆に嬉しいです。ここあたりでヒューズ使って、これシャッター全部閉じるみたいなのが俺の理想の展開なんですが、どうもそうならないな。これショットガンの弾でしょ。入手しといて。次どこ行くかってことなんだが。これは鍵かかってたのか。警備室から向かい、警備室前。なるほど。よし。一応ペンチは持っていきます。キーアイテムなんでね、一応持っていきます。後で取りに帰るみたいなのもめんどくさいので。あと、クレア編で結構弾薬回復ギリギリだったじゃないですか。だから、もうあんまり無駄遣いもできない上に、無駄なダメージも減らしていかなければならない。裏編は絶対表編より難しくなってくると思うので、無駄なダメージを極力減らす。ということが重要です。あ、ここ閉じたところね。あ、ペンチか。ここクレア編で俺ぶち壊したような記憶あるんですけど。クレア編で俺ここ使ったような記憶あるんだけどな。よいしょ。なるほどな。ゾンビが一匹いましたね。あのゾンビを動かす前にこっちの探索を終わらせておきましょう。よし。最悪ゾンビがいる可能性があるが、一つずつ探索を進める。これが序盤のセオリー。救急スプレーね。グリーンハーブが全く手に入らないことに一抹の不安を覚えるんですが、ここは何もなしと。 OKOK。 トイレはまあまあこんなもんか。で、男子トイレが入れないと。レオン君はトイレに行けないということだが。でもこれクレアが使ってた拳銃よりかなり強いので、今持ってる45とは。めちゃくちゃ使いやすいですね。ただ片手で持ってるっていうなんか、ふざけた持ち方してるんでね、レオン君が。それだけちょっと心配なんですよ。なんか標準の、構え具合が若干違う。お。45との弾か。よし。はい。まだ若干取れそうなんで、もうちょっとだけ取っていきます。こっちが別にないのか。他に行くところがないのか。一応ここクリア編だったらいけたような気がしたんですが、こっちじゃなさげですね。で、キーアイテムとかも落ちてる気配がないので、こっちは用なしか。
このなんか徐々に徐々にね、こう探索エリアを広げていく感じで、最後のさ、前回のクレア編の最後の方、弾なくなってきたじゃないですか。俺あの時ね、あのめちゃくちゃ楽しかったんですよね、何気に。そうなった時にやっぱ俺ゲーマーなんだなっていうのを改めて感じたんですよ。やっぱこうだなっていう、なんか昔縛りプレイとかめちゃくちゃやってた頃の自分を思い出したというか、あ、これだなっていうなんか感じたんですよね、やってて。なんかそれがね、すごく個人的にめっちゃ楽しかったです。これヒューズだな。よし、で、玄関ホールとつながるのかな、正面玄関とつながりますね。で、多分なんですがマービンがまだ生きてると思うので、うん、マービンととりあえず合流してこのパート終わりにするか。まだちょっとこっちでね、やらないといけないことが山のようにあるんですが、一旦この辺でこのパート終わりましょう。え違う、びっくりした。マービンかなと思うじゃん。誰かいないのか。よし、よいしょ、確実にダメージを与えていく。え、マービン？マービンですか？なんでもう死んでんの？早くないですか？マービンじゃないよね、これ。普通の警察官だよね。マービン出番なさすぎだろ、ここで。もしマービンなら。違うよね。とりあえずマービンがいるのかどうかだけ確認して、このパート終わりにしましょう。とりあえずサイドパック入手し。マービンいるよね、さすがに。いないで行く。何これ、破れた手帳。あ、これあれだ、俺の持ってる破片とのやつと、あのの切れ端ですかね。時系列がね、ちょっとよく分かってないですね。マービンがいないってことはクレアがゾンビ化させた後なのかな、もしかしたら。ちょっとその辺定かではないんですけども、また次回パートあたりでね、この続き進めていけたらな。待ってくれ、セーブポイントがないぜ。ちょっと待ってくださいね。セーブポイントがない。セーブ、何何何何。もう。警官じゃないよな。これ見なけりゃ出なかったんじゃないの、タイラント。俺今のあれ見たの失敗かもしんないっすわ。あれ見なければさ、出てこないじゃないですか、ゲームのセオリーとして。ミスった、なんか変な映像見ちゃったわ。だから呪いのビデオみたいなもんですよ、今のは。あのリングの呪いのビデオを見ちゃったみたいなもんですよ、今のは。やっちゃったわ。とりあえずセーブポイントを探しに行きましょうか。もうタイラント、てか、ほとんどクレアの周りに出てたじゃん。なんだ？リッカーですやん。表編で退治してるから知ってるよ。リッカーだよ、あれ。もう、めちゃくちゃだ。早速、めちゃくちゃになっていく。はい。ということなんですが、一旦ね、セーブポイントに戻ります。で、一旦この辺で、このパート終わりにします。ということで、また次回も、これ無事に行ければですけどね。また次回もよろしくお願いします。で、もうタイラント出るなよ。リッカーも出るなよ。はい、ということで、一旦この辺でこのパート終わります。頼む。終わらせてくれ、もう。よしよしよし。はい、ということで、一旦この辺で、このパート終わります。また次回もよろしくお願いします。いやー、早速ちょっと怖い感じになってるんですけども、また次回もね、すぐに投稿いたしますので、よろしくお願いします。サイテンマンでした。ありがとうございました。